皆様こんにちは。テクノゲートウェイ株式会社早川昇でございます。まずはじめにですね、このヒアソーマスク、それからケイソードマスクケース、こちらの幕開けのクラウドファンディングでですね、多くの方にご支援いただきまして本当にありがとうございます。あと2日ほどでございますけども、ぜひ、引き続きですね、ご支援ご指導のほどよろしくお願いいたします。今日はですね、こちらのあのヒアソーマスクについては結構ウェブの方でですね、余すことなくご説明させていただいてたかと思うんですけども、こちらのですね、ケイソードマスクケースにつきましてはまだまだちょっと言い足りてなかったなという思うところがございまして、今日はそちらのですね、ちょっとご説明ご紹介をしたいと思います。いかにこのケイソードマスクケースがパフォーマンスがあるかということでございます。こちらなんですけども、以前、こちらもですね、幕開けのクラウドファンディングで多くのご支援をいただきましたケイソードハンカチというものです。まあ、普通のハンカチと比べましてですね、こう拭きますとまずこの表面のカバーが水を吸収するんですが、すぐにですね、この内側に、こういった特殊なインナーが入ってます。このインナーの中にはケイソード、ミョウバン、それからシリカゲル、酸化亜鉛といったものが配合されておりまして、こちらの方がですね、すぐに水を吸うということと、このカバーをですね、すぐに乾かすというような、性能を持たせてまして、まあ、すでにですね、お届けしている方々から多くのですね、非常にいいというご評価をいただいております。このケイソードハンカチ、この中のインナー、それからカバーなんですが、このケイソードマスクケースはですね、このハンカチのインナーがこういう形で2つ入ります。2つ入れてお使用いただく仕様になってるんですね。こういう状態なわけです。ということはですね、ケイソードハンカチのですね、2つ分の性能がこのケイソードマスクケースにはあるということになります。でこちらのですね、ケイソードマスクケースの内側は、このヒアソーマスクと同じクールマックスを使っておりますので、非常に吸水速乾性の高い素材になっています。じゃあこの外側のですね、こちらの方についてはどういうものかって言いますと、これがですね、クールマックス、勝るとも劣らない素材でできてまして、トーレのですね、フィールドセンサーという特殊な、吸水性の速乾性の高い素材で作っております。でトーレのフィールドセンサーはですね、毛細管現象という仕組みを使いまして、水をですね、表面から一気にこう中に、グッとこう吸収してですね、表面を常に、からりさらりという状態にするという、特殊な生地でございまして、このフィールドセンサーとそれからこちらのクールマックスと両方採用されています。ということはですね、ケイソードハンカチよりも実はですね、こちらの素材、2つの素材の方が吸水速乾性については非常に高い素材を使っているということになるんですね。ですので、こちらのケイソードハンカチをお使いいただくのもそうですけども、まあ、マスクとですね、このケイソード、マスクケース両方ともお持ちの方はマスクを使いながら、手洗いとかおトイレとか行った時に手を洗う、もしくはその何か水仕事をされた時に手を拭く、こういった場合にこちらよりもですね、倍の大容量の、性能が発揮できると
いうことですので、このままですね、手を拭いていただくと非常にこう手の水分をですね吸収していただいてすぐに乾くという、まあ、そういうようなですね、全くその別の、概念といいますか使い方がこちらできるというような製品でございます。例えばですね、こちらの表面にこういう形で水をですね吹きかけて、でこうやりますと、まあ、ほとんど戻ってこないというぐらい、まあ、すごく水を吸います。たくさんこうやってまして、でこう、やります。でこういう形でこう吹きますと、こういう形で、まあ、ほとんど戻ってこないというような材質で、これもこのまま放置しておきますとですね、すぐにカラッと乾くというようなものですので、こういう形で、まあ、手を拭いていただいてもいいですし、もしくはこう、こういう形で、広げてですね、で手を、大表面で、大面積で、拭いてお使いいただくということも可能かというふうに思います。ですので、ぜひこちらのですね、軽ソードマスクケース、の、こういったご使用方法も一度試してみていただいてはいかがでしょうか。テクノゲートウェイ早川はお届けいたしました。引き続きあと2日で、クラウドファンディング終了いたしますが、ご指導ご支援のほどよろしくお願いいたします。